わしの名はアリストテレス、万楽の祖と呼ばれており、今回は快適な生活空間をデザインする研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学工学部建築学科、内田孝久先生の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ？私の研究室では建築の設計を教えております。設計というのはですね、形を作って図面を描いて建物を建てるというようなイメージで、学生の方も私の研究室に入ってくるんですけれども、もちろんそういう建築を建てるための知識ですね、建築の法規、クライアントとのコミュニケーションとかっていうのも必要なんですけれども、それ以上に、建築が持っている社会的意義といいますか、そもそもその建物を建てることによって、世の中がどうなるかというかっていうものもイメージして学生たちに設計してもらいたいので、私の研究室ではその設計をただすること以外にですね、もっと社会的に勉強しなければいけないことも、学生たちに広く勉強してもらうようにしてます。ふむふむ、具体的にはどのような研究をしてきたんじゃ？具体的には熊本市内の、公営団地を、テーマにして研究も進めてるんですけれども、建てられたのが30年近く前の公営団地で、もうだいぶ建物としても老朽化しているんですけれども、建てた当時は有名な建築家の方が設計をして建てたものなので、かなりその建築雑誌にも取り上げられたんですけれども、集合住宅 その今の現状ですね、30年近く経った今の住んでる人がどういうふうな感覚で住みこなしているかを、実際に調査する形で、御託保団地という団地と龍蛇平団地、それと新地団地の A 棟を対象にして調査を行いました。30年近く経ったその古い団地で今、空き室も増えている熊本県や熊本市としても結構問題として挙げられている団地ではあるんですけれども、でもまだRC としてあと数十年十分使える建物を、実際今住んでる人がどういうふうに考えて住んでるかっていうのを調査をして、でそれと建築のその平面形態といいますかとの関係を分析をして論文を書くような研究をやっております。内田先生の研究は今後どのように生かされていくのじゃ？ただ、設計を図面を書いて建物を建てるっていう、その能力を学生に教えるっていうのは大前提としてあるんですけれども、今そういう公営住宅について研究をして考えたりとかっていうことによって、こう社会全体の動きというか経済的な動きもあるし、政治的なこう社会状況も考えた上でですね、建物をどういうふうに作っていくべきか、だから綺麗なこう中庭を作って芝生を敷き詰めて木を植えればみんなが交流する、交流プラザとか名前つけて作ったりしますけど、本当に交流しますかってところが設計の難しいところというか、社会状況が変わってくるものに対して建築も変わっていかないと、形を変えるというか社会状況を考えて設計を変えることをデザインだと言ってほしいんですよ。形がかっこいいとか色がどうだとか、なんか変わった形してるのがデザインってやっぱ皆さん巷の方って思われるんですよね。本当に社会の世の中の状況を考えて、設計ができる方が社会に出た時によりか革新的な設計ができるとは思ってますよね。っていうのを考えられる学生が育っていってほしいですし、自分 もうその視点をより高いレベルの設計ができるように、その高いレベルで設計したものを世の中に実現することで社会が少しでも変わっていってもらえればなというふうに思っています。崇城大学工学部建築学科の活躍がますます楽しみじゃ。